なでしこジャパン、日本女子代表は現地時間7月25日にパリ五輪の初戦でスペイン代表と対戦し1-2で敗れた。MF 富士の青葉の直接フリーキックで先制点を奪ったものの逆転負け。2008年北京五輪と12年ロンドン五輪に出場し、11年の女子ワールドカップ、W 杯。 優勝メンバーでもある元代表 DF 岩清水梓は、主力 DF 清水リ沙が負傷離脱した右サイドについて、違った攻撃パターンになると思う、と次戦以降の変化についての予想を話した。取材、構成イコール靴和田哲郎、試合結果と同じくらい痛い場面が起こった。 第 1>, 1の同点で自陣でのプレーが長くなりながらも拮抗した展開で迎えた後半に1 0分過ぎ、日本は右サイドの絶対的な主力である清水が相手 MF マリオナカルデンティのドリブルに対応した際、ピッチに足を取られ右膝を痛めてしまう。自らプレー続行不能を伝えるアクシデントが起こり、単価で交代を余儀なくされ、チームからの離脱が決まった。 長年、日テレ、東京ベルディベレーザのチームメイトとして清水と共闘してきた岩清水は、非常に痛手なのは間違いない、として、ずっと90分出ていて、今のなでしこジャパンのピースになってきたのは間違いない、と話す。一方で、清水の状態が難しければ DF 森山みやびの起用が見込まれる第2戦以降に向け、もちろんリサの良さはたくさんあるけれども、 モリア選手は右サイドの職人なのでそこまでネガティブになる必要はない。また違った攻撃パターンになると思うアイナック神戸レオネッサと対戦していても彼女のサイドが攻撃的なのが相手としても嫌だったのでより攻撃的なサイドバックになるかもとモリアが起用された場合の期待感も言葉にした。 その上で清水と森谷での交代が行われた場合について、このチームはリサがビルドアップをしてくれているけど、森谷さんはパスの受け手になる選手。そうなると、出し手が誰になるのか、良い方に行けば、サイドの高い位置で起点を取れるようになると思う。森谷選手は自分から走り出すタイプなので、そこをゆい、長谷川、も見られると思う、と。 よりスペースへ向けてアタックできる森谷の良さをチームとして活かすことの必要性も指摘した。森谷は18人の本戦メンバーではなくバックアップの4選手のうち1人としての選出だが、今大会は合計22人の中から試合ごとに18人の登録メンバーを選出できる。前回の東京五輪から行われている方式だけに岩清水は、 私たちの時はそのようなルールではなかったので、試合ごとに変えられることでみんなで戦える、と前向きに捉えていた。日本はこの後、現地時間28日にブラジル、同31日にナイジェリアと対戦する。オリンの女子サッカー競技は12チームが出場し、 4チームずつに分かれた3組のそれぞれ2位以上と3位のうち上位2チームが準々決勝へと進出する。プロフィール、岩清水あずさ、岩清水あずさ、1986生まれ、岩手県出身。2001年に日テレベレーザ、県日テレ、東京ベルディベレーザ、でリーグ戦デビュー。なでしこジャパンには6年に初選出され、 女子 W 杯メンバーに3度、五輪メンバーには2度選ばれ、11年 W 杯の優勝を経験した。20年3月に第1子を出産し、ママさん戦士として現役を続ける。